界中が注目する松田継男、大井俊樹、土屋圭一の冬の陣がやってまいりましたやってまいりました。継男君と俺は遊びでやってるの。そうですよ。そこにね、200万で買って1000万もかけたやつが出てくるっておかしいでしょこれいやすごいですよね、まあ、で本気だよこれ。本気ですよね。いやもう本気ですけど、ね、俺らどうするの。もうこれ以上やりようがないんだからもうだってコンピューターもね、やりようないし、エンジンもやりようないし、うん、どうすればいいですかね。多分だよ、ね、多分このね、袖ヶ浦冬のシーンは大湯さんがぶっちぎって終わるっていうつまらないバトルになる。本当ですよね。つまらないバトルになるわけよ。でも今日ちょっと雨降ってますからね。雨降ってるから、なんかあるかもしれない。差はちょっとはつまる。ちょっとつまる、はい、だけど雨の中で13秒だよ。ですよね。言えないです。雨の中で何秒？14秒ですね。それが早いですよ。早いじゃん。いやいや、なんとかなんとか。これ雨の中で15秒9。だからこれドライになったらこれ逃げちゃうよ S に。いや全然逃げます。だって完全ドライだったら逃げられると思います、うん、さっきちょっと微妙に雨降ってたじゃないです か僕なんとかコンマ1秒差まで詰めたんですけど、多分完全ドライだったら5、うん、コンマ5秒ぐらい早いと思います、ね、絶対早い。絶対早 いめちゃくちゃ今回仕上がってますね。しかもこれは大湯くんのこうツイッターを見ながらもうブリヂストンに電話してポテンザの RE11S。お、聞いたことないでしょ。11S って初めて聞きました。これは一周勝負そういう対応ですか。これもうブリヂストンに用意してもらったんだけど、事務課内容、だから一周しか持ちませんよって言われたのだけど大湯くんのツイッターを見てるとこれどうやっても勝てないから一周ぐらいはこう見えるところにいたいなって。なるほどですね。それを確かに思います。確かに、ね、僕も同じ気持ちです。それは、うん、あ、そう、はい、だけどあのカップ2を持ってこようと思ったんですよ。そしたらあの古いタイヤで持ってこようと思ったら、うん、釘踏んじゃってメカニックが神様はいますね。友達のところにあったあの052っていうアドマンのタイヤがあったんで、あれいいよ、うん、あれ今日履いたんですけど、いいタイヤですねこれもね。あれ折戸谷口が開発したいいタイヤだよ、うん、いいタイヤですね。結構タイムアタックでもみんな使用してるタイヤですよね。そうそう、でもあのなんか溶けがそんなないんだよね、うん、なんかあの本当の一発タイヤって溶けるじゃないですか、うん、溶ける。全然なんか持ちが良くて全然減ってないから、あ、意外とこのタイヤも使えるなっていうのは今日初めて知りました僕。大湯さんは俺ら二人をバカにしてるからこの前の中古タイヤで。いやすごいよな。中古ではないですけど、中古タイム出されたらもう Z3 で、うん、まあ、Z3 ね、あの長持ちするんで、うん、まあ、結構ね、バージョンアップしちゃったんでBOP ということで俺は秘策があるもん。あ、なんですか、なんですか。2022年これでケチョンケチョンに大湯が見えなくなっちゃったら俺はブラックリミテッドの GT86 にターボをつける。おー、すごい、なんかすごすぎる。でも前、でさ、ターボつけてたらターボつけるやつはダメだって言ったらそんなのダメだって言ってましたよね。ダメだったんだけど、もう多分今回の冬の陣で多分大湯くん見えなくなると思うのね。もうそうなったら心に火がつく。負けてられないですよ。僕も負けたら Z 持ってるじゃん。 そう、Z34 持ってこようかと思って。それは強いですね。そしたらみんなまたさらにね、ちょっと近くなるから、ね、うん、だから今日ちぎられたらね、もう一回あのミーティングしましょう。なんでここでタックがちょっとエンジン見せてよ。あ、そう、エンジン見たい見たい。戸田のコンプリートエンジン、ね、ちょっと紹介させてもらいます、ね、すごい、どう変わったか、ね、2.4リッター。あ、これすごいね。これついてるのダンパー。これまずボンネットダンパーもつけましたし、すごいね。しかもこれメキマニやばいですよ。レーシングカーみたいですよ。やばい色いいですよね。これ色綺麗な。これエキマニも戸田レーシングさんの使ってて、うん、まあ、もちろんこのコンプリートエンジン使ってるんでシリアルナンバー。せこいせこいよ。バッテリー俺と同じ軽量化のバッテリーついてる。何ですか、僕の何にもしてない。いやでもこれ手は込みましたね。これはすげえわ、金かかってるよ。ナンバー1っすね。ナンバー1、はい、え、本当に、ま、でも他に出てるんだよね。いや、もう雑誌とかでも、うん、あの出したばっかりのエンジンをもう僕のにそのままつけた状態で、
いやこれちょっとね、このマニやばいっすよ、このめっちゃかっこいいこのマニ色がいいっすよ、ね、もうめっちゃそそられるこれすごい色してる、これはすげえ、めっちゃかっこいい、これ、ね、あれあのステンレス、あのチタンとかそういうのじゃない、あチタン、あこれチタン、はい、チタンですよこれ、金かかってるねこれこの車すごいチタンの駅マニってすごい、本当にもうあらゆるもう部品という部品を全部新しくしましたし、ここまでやるか初めて見ました、あのレーシングドライバーで僕も結構車好きですけど、ここまで車に金かけてやるドライバーしかも若いですからね、何歳だったっけ、今23です23ですよでここまでやるか、羨ましい、俺こんなにやりたかった23の時に、いやいやもう貯めたお金すべて注ぎ込んで、まあ、今稼いでるからね、稼いでる、稼いでる、稼いでるからね、 SF から GT から稼いでるからね、いやいやいや、とんでもない、けど本当にこのエンジン入れるためにもう補給類とかも全部新品にしたりとか、うん、もうあらゆるものを、大人げない、ね、そうですよね、僕なんか35万ですよこの車俺なんか25万ですよねそれを結構いろいろやってきましたけどちなみに土屋さんは どういう感じで変わってったんですか、今回、あそう8馬力アップしたって言ってましたよ、8馬力アップ、8馬力アップで、ヒューズをまず変えたのね、あヒューズ、ー、はいはいはい、これで7馬力7馬力、はい、でバッテリーで1馬力、オリドさんとかマックスオリドって書いてあるこれで8馬力上がったの、しかも軽いんですよね、これは軽い 1.9キロ、 1.9キロ、それしかないですか、僕なんか何にも変えてないですけど、この色もまたいいですね、これチタンですかこれも、これチタンじゃない、ね、えチタンじゃないですかこれ、違うと思う、えインコネルとかですか、インコネルって軽い、いやじゃあ次翼のエンジン見てみる、いや俺僕も何にもしてないです、はい、あでもね今回セブの、 あのパーツをつけてちょっとあの悪あがきじゃないですけど、ちょっとパワーアップしてます、なんかやってんじゃん、じゃあこのエンジンの色さ解体屋で見たことない、汚いよねもうほんと汚くてあんまエンジン類見せないんだけどでこれがあのセブの今日ね、ちょっと2個つけてるんですよ、これ何、これであのちょっとあの空気 あの入りが良くなったり、うん、エンジンの周り良くなるっていうパーツがあって、それをつけてて、うん、であのシャーシとかにも一応セブのこういうのとかつけてるんですよね、うん、でもねちなみに僕バッテリーはここにあるんですけど、はい、うん、あれですよノーマルっすよ重いっすよこれ重いやつ、これ重いやつ、これは重いやつ、本当何もしてないっすよねこれね10キロある10キロありますよね今の折戸さんだと1キロ 1.9 キロ、そんなに軽くなるの軽くなるのすごい、だからこれ昭和のバッテリーじゃんですね、昭和のバッテリー、うん、だから、大井くんのと俺のは、もうあの平成じゃない、ね、今令和のバッテリーだもん、もうこれ見てください、何にもエンジンやってないですからね本当これなんかレーシングカーっぽいじゃん、これは自分で貼りましたこれ自分で貼って、ね、ちょっと汚いですけどあの、うん、とりあえずあの熱はちょっと、はい、とりあえずいいですね、けどレーシングカーっぽい、うん、そうレーシングカーっぽいですからね、なんかこういうの貼ってあるから、そうですね、そう汚いですけど、うん、これはまあ解体屋でよく見る風景だよね、そうあとセブとか86のレースとかでも結構、そうそうそう、まあ、今禁止されちゃうぐらい効果がある、効果がある、はい、そうそう、だからね、これすごい効くんですよ、はい、じゃあその1回ぜひつけてください、めちゃめちゃ変わりますよ、フィールマジ、良くなると思いますこれは、あそう、あとあの悪あがきでこの前ハンドルノーマルだったんですけど、うん、ハンドル変えた、ハンドル変えましたやっとやっとあの GTR っぽい、GTR っぽい、GTR っぽい、気分は GTR、 気分だけは GTR みたいな、こんなにボンネット重くてこんなに汚いんですか、あんまり見せたくないですよねこのボンネットあんま汚すぎてあんま見せたくない、これで速いっていうのがまたちょっとすごいですよね、うん、さあということで、はい、雨も降ってきました、はい、そろそろ冬の陣行ってみたいと思います、頑張ります、you
降ってきたぞ。天は我に味方せり。このままドライだと大湯くんのぶっちぎりで終わるのに、雨だから勝負権はある。ぶっちぎりだけど、雨はそうはいかない。逃がさない。勝負になるかもしんないね。
一度欲しいな。後ろがちょっと沈む。もっと固めちゃいます。後ろがちょっと動きすぎる、はい、ドライだともう全然話にならないね。はいよ。大湯が13秒か、早いな。全く追いつかないね。杉尾君と勝負かな。兵器投入したんだけどね、なかなかうまくいかないね。まあ大湯がやりすぎだよな、あいつ遊びじゃない。まあ人のこと言えないよね、俺もね。7A にして壊れないフルチューンにしてるもんね。本当にフルチューンにしちゃうともうライフが短い、すぐほんと壊れる、数千キロで壊れないフルチューンを目指してます。しかし大湯の S2000 速い。あれはね、一周で見えなくなるね。雨の中で13秒9。嘘でしょうだよ。
しょうか。ちょっと、というか、タイヤきついな。タイヤちょっと厳しいですね。なんか雨降ると余計ダメな、そうなんか雰囲気あるんですけど。今のところトップです。今のところトップ、OK、よかった。次男さんは14秒1。ああ、次男さんがね、なんか異常に速いですよね。うんうん、すごい競ってます。この雨の中めちゃくちゃ速いね。
か14秒ゼロや。10秒ゼロ。ダイヤルだけ見て。14秒ゼロ。はい、オール2に合わせ、あ、1.9 に合わせて、1.9 オール1.9に合わせて、オール1.9、了解。どうですか、フィーリング。いや悪くないですけど、トラフィック引っかかっちゃって。あー、でもダメですか。多分引っかかんなかったら13秒いけそうなんですけどね、うん、今14秒0ですね。とにかくじゃクリアが取れるかどうか。どうっすね、ですね、頑張ります。寒くない。この雨ね、本当にどういう展開になるかわからないんですけど、僕の S2000 二郎くんはですね、もう素晴らしいポテンシャルを秘めてると思ってるので、絶対勝っていきたいと思います。頑張ります。ちょっとね、雨が降ってきたんで、雨を味方にして勝ちたいと思います。負けるのは分かってるけど、ただじゃ転ばねえよ雨は味方してるかも。頑張ろうぜ。
トンのポテンザ RE11S。 頼むよ、頑張れ。もう一周でもいいから大湯くんについてって。お願いします。
してない。今日は本気で勝ったぞ。次男くんも今日は本気だね。離れなかったもんね。いや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 。大湯くんがいなくなっちゃったんですけど、やりすぎて壊れたか。やっぱね、やりすぎは良くないんだよね。壊れないフルチューンを目指す、これが土屋圭一流チューン。杉尾くんでもそう、ライトチューンで車を楽しむね。いやー面白い。まさかこんな展開になるとは。大湯さんに離されないように俺はタイヤを11S をブリヂストン様に用意していただいたんですよ。大湯くん来ましたね。大湯くんどこに行ってたのかな。大敗なんだけど。ああこそー、なんでなんでなの。うちの次郎くんが。2連勝。人生は何があるかわからない。最後まで諦めない。おい、大湯さんは どっか遊びに行ってたの。大湯さんどっか遊びに行ってたの。え、全然。大湯さんどっか遊びに行ってた。いや普通に走ってたんですけどね、なんか見えなくなっちゃいましたね。あのね、リアウィングなんかつけてるからアンダー。リアウィングつけてるからアンダー。あれなんか大湯さん霧白多いな。やっぱさ、リアウィングが邪魔してるじゃん。そういうことですか。なんかすごいアンダー出てたね。アンダーオーバーって感じだった。アンダーオーバーですね。杉尾くんと俺のはもうグリップに向かって流れてくんだけど、大湯くんのは打角大きいな。曲がらない。あーオーバーってな。いやでも土屋さんの速いっすね。ちょっと僕結構真剣に走ったけど、はい、これめっちゃ速いみたいな。やべえ追いつかないみたいな。夏の陣で俺と大湯くんは結構舐められたからね。最初にもう杉尾くんが逃げちゃって、うん、で多分大湯くんと土屋ってかわいそうだなと思って待っててくれたわけ。絶対そうだ。でも今日はでも今日は本気だったよ。今日はそう本気。俺も本気で、初めちょっとドリフトしながら遊んでたら、うん、あれ土屋さんすげえなんか速いとかやばいとかって、やばいとかってこれ。いやだって俺ブリヂストンからさ、一周しか持ちませんよって言われたから、もう一周だけでも大湯さんと勝負したかった。いや本当に一周しか勝負してもらえなかった。悪い意味で僕。今日辛そうだった。はい、やりすぎなんだよ。やりすぎなんだよね。俺らみたいにストリート仕様だと乗りやすいわけよ。そうですね。もうこの人は金に物を言わせてやりすぎた。そんなことないですか。そんなことは。そう思わない。そう思わない。そうですね。だって俺らのなんかさ、そんなにやってないじゃん。何もやってないですから本当に。俺のもその86のフルチューンなんだけど、壊れないフルチューン。うん、そうですね。だってこれ本気でやったら9500回るわけよ。あ、そんなに回るんですね。だけどライフは短い、1000キロぐらいで。あ、そうなんですか。だけど俺は壊れないフルチューンで8500で止めてる。だから壊れない。僕のはもう12万キロ以上走ってるんですけど、まだ壊れない。それすごいですね。エンジンでノーマルだから逆に壊れない。多分いじっちゃうと多分壊れちゃう。壊れるんで。壊れますね。多分ね、大井さんはこの雨の中で1000万もかけた S2000 を壊したくなかったんだろう。それはあるよね。いや、まあもちろんそんな気持ちはあるんですけど、結構本気で走ってました。だって
俺と杉尾くんなんかずっとドリフトだもん。ケツ流しながら楽しかったですよ、ね、だから俺らのライトチューンだと入り口から流せるの。そうですね。大湯くんのはリアウィングが邪魔して入り口がアンダー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 で行ってオーバーになる。いや、リアウィングつけてていいよ。本当ですか。じゃあ僕らもう一回比較ですかね。比較と86ですよね。そうだよね。ですね。多分今度はドライだったらぶっちぎられるから。やられる。そう、やられるから。やられるんだけど、人生何があるかわからないっていうのが今回のバトルです。そうです。俺だと最初の見方は、大湯さんがぶっちぎって、杉尾くんが2位で、で、俺がそこに絡めるかどうかっていう予想だった。ね。いやでもね、すごい、後ろから見てて、めっちゃいい走りしてましたね。なんかやっぱりね、トラクションのかけ方うまいね。ああ、やっぱそうですよね。28年間仕上げたからね。すごい走り方してる、はい、V に走るからさ。あで、こっちもさ、V に走りたいのに車多いから V にならないよ。V にしようと思ったらさ、もう、はい、アンダーも出るしさ、はい、いやだすごい、やっぱり後ろから見てて、はい、いい勉強になりました。遠赤の使い方もうまいしね。どうしてもさ、アンダーなところは遠赤使って負けちゃう。1コーナーとかね、そうそうそう、あとどこでしたっけ、ヘアピンとか、ヘアピンですよね。だ僕もちょっと試してみたら、あ、意外と遠赤使えるじゃんみたいな。遠赤使った？いや、使っても使わなくても。溜めかけすぎてる。そういう問題ではなくて。遠赤使いたくない。いやいや。俺らはライトチューンだから、遠赤ガンガン使う。うね、いや楽しかったです。でも雨は雨でいいっすね。ちょっと面白いかもしれない、バトルはね。だってさ、多分今日来るまでは、こんなになってる。いや予選終わってまではもうこんなになってもう俺が早いみたいな。いやー面白いね。え、何がダメだったの？一瞬でいなくなっちゃったじゃん。いやもう単純に、まあ、グリップしてなかったですね。もうずっと滑ってましたね。どっかのポストで寄り道したとかじゃなくて、いや寄り道コースアウトせずに、はい、普通に走ってました。もう一瞬で消えてっちゃったんで。置いてかれちゃったよって。いやだけど、本当になんかこう人生は何があるか分かんないね。分かんない。これがレースです、ね、これがレースだからね。F1 のフェルスタッペンだって ね逆転チャンピオン取るのと同じで、そうそう、諦めないことよ。諦めないこと、はい、大事です。面白かったですね。はい、ということで袖ヶ浦冬の陣終了しました。2022年もお楽しみに。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あとはいいねをしてね。いいね、3人にいいね。登録もお願いします。はい、お願いします。バイバイ。